はい、皆さんおはこんばんちは、シュガです。今日するゲームは、19日間かけて脱出した地球にまた戻っていくピクミン2です。まあ単純にピクミンの続編っていうことなんでね、前作からのつながりがあります。あ、チャッピーが、ピクミン2はね、まあ発売当時に、こう11日目までプレイしたんですけども、友達に見せるときにもうレアピクミンたちを、50匹ぐらい一瞬で抹殺しちゃって、やる気がなくなってしまったので、現在そのままの状態で放置という状態になってます。まあ今回は、また初めからプレイするということで、もうほぼ記憶もないんで、ほぼ初見プレイのような感じになるかと思います。それではスタートします。よろしくお願いします。宇宙を股にかける運送会社函館運送、ローマ字のような感じで、その社員の一人キャプテンオリマーは、あ、これワンの話だね。未知の惑星に不時着、そこで出会ったピクミンの力を借り、やっとのことで脱出したが、前作のあらすじがあれだね、20秒ぐらいで終わっちゃった。オリマーのいる間に函館運送は大ピンチを迎えていた。帰ってきたぞ函館星に、私は函館星に帰ってきたぞ。なんだここはテキサスか。社長と社員10人、ただいま。無事でよかったの。で、君に知らせがあってな、この会社はもうおしまいじゃ。ロイ君が初仕事の途中、宇宙ウサギに襲われ、罪のゴールデンピクピクニンジンが全部食われてしまったのだ。弁償するために莫大な借金が、返済のため何もかも売りに出したが、売れたのは君のドルフィン号だけじゃった。で、残りの借金はまだ1万100箱もあるんじゃ。とても返せん。なんだって。そう、オリマー君、これは何、子供の土産に拾ってきたルイの目、怖っ。お宝、金、金。パックリ。回収した物体の鑑定を開始します。これはなんと、ドゥル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 、100箱の価値があります。ガラクタが100箱になるだと？その星にはもっといろんなものが、これで借金が返せる。ルイ君、今すぐ出発せよ。オリマー君と共に。おい、帰ってきたばっかりなのに、せめて休暇ぐらいくれよ。労働基準法逸脱してんぞ。そしてこうして一日も経たずに地球にまた舞い戻ってきた。今回の目的はお宝探しで借金返済、ね、制限時間もないので、気にせずプレイできるっていうね。眠りの谷。でも個人的にはね、ピクミン1の30日の制限の中でクリアするとかそういう方が好きなんだよ。ルイ、ルイが
わざわざ吐き出さなくても。よし、行くか。まあ今回は墜落せずに済んでよかったと思うじゃないか。ルイさんがいませんって、その思いっきり落ちてたけど。通信もダメ。オリマさん、ルイさんが通しないように見つけてあげてください。というわけでね、まずはオリマを操作してルイを探す。チャッピーと赤ピクミンだ。助けなきゃ。この辺はね、操作の確認だね。いわゆるチュートリアル。かわいいな、相変わらず。なんという赤さ、まさしく赤ピクミン。覚えていたようです。全部外したよ。キャー、背中に当たらん。当たった当たった。よし、まずは抹殺。よし、ルイとの通信回復。今回はワンと違ってね、オリマーとルイの2人を同時に操作しながら進めていくってことでね、この切り替えが大事だったり、分業するにはね。よし、ルイ、ルイは青いぞ。オリマーは赤かったけど。よし、ルイ無事で何よりだ。このちょっと右側にあるルイが落ちたと思われる跡がいいね。自力でこちらに合流してください。ドルフィン号初号機、ドルフィン初号機だった。エヴァみたいに言っちゃった。スタートがマップ、スタートがマップだな。 X で切り替え、この切り替えをうまく使うのが攻略のコツ。ルイとピクミンのね、初めての出会いで。未知との遭遇。なんという、目が、ルイは驚くと目が出るんだね。本気プレイをするときは花ピクミンになるまで待ちましょう。まあそこまで本気プレイはするつもりないから。レッドピクミン、カモン。引っこ抜かれてー。ルイの好物はピクピクニンニンだからね。ルイついてくるんだよ。好きって言ってもロベの方じゃありませんよ。わら、リケの方ですよ。わら。あ、1日目は時間制限もないし、操作説明のチュートリアルみたいなもんなんで、まあ気楽にプレイを。まあ、全然初見じゃないけどね、もう記憶にはない、そんなレベル。まあピクミン3が出る前までにはクリアして、ピクミン3に備えたいと。ピクミン3に備えもんみたいな。キュッポンキュッポン。僕って言ってましたもんね、わら。さあ、とっとと行くぜ。飛びすぎだ。ピクミン3楽しみ。よしよし来い。ピクミン3はほんと楽しみだよね。ロックピクミンとか岩かよ。今回が白と紫がいるのかがちょっと気になるところだね。まだ完全に出るという情報が出てないからね。
あえてピクミンの近くにいよう。まあ見にくいけどね、近づけすぎると。さあで行きますか。来ました、最初のお宝、ナショナルハイトップマンガン電池。ピクミンさん欲しいけど EU 買う予定ないわ。なんか PV の最後に奇妙なものが飛んでましたよ。わらわら。ソラピクミンとかいるかもしれないね。ピクミン3は。だと。とりあえずね、俺は Wii U はピクミン3のためだけに買う。まあ、多分マリオも買うけど。まあ、まずはピクミン3。やっぱゲームハードはやりたいゲームのために買うもんだよね。最下位。だから問題はあれだよね、発売日に変えるかどうかがちょっとね。変えたらいいな。僕も変えたいけど財政的に。まあ発売日までまだ結構時間があるからね。月3000円ぐらいずつ、じゃあきついか、5000円ぐらいずつ貯めていったら変えるんじゃないかな。月5000円も結構厳しいって言ったら厳しいね。8月、9月、10月、11月、12月ぐらいに多分 Wii U 出るような気がするかな。まあ実際知らないけどね、まだ全然発表されてないし。まあ同時発売のゲームはマリオとピクミンかな、買うとしたら。ヤッホー、サンタさんにお願いしよう。サンタさんも大変だな。でもクリスマス商戦に合わせられるとな、買えるかどうかが問題になるんだよな。なんだかんだで新ハードの発売日は激戦区だからな。ゲームボーイアドバンスも並んだし、 DS も並んだな。 Wii の時は近所のゲーム屋が抽選だったんだよな。運よく当たったからよかったけど。僕もモンハントライ G 買うためにスリードス買いましたよ。それが正しいんだ。やっぱりゲームは、ね、ハードはやりたいゲームがあるから買うもん。よし、オッケー。あとは1日が終わるだけ。こっち側がね、まあ後からまた戻ってくる場所っていう。なんだかんだでこのやっぱ一番引いたカメラが一番見やすいことは間違いない。もう今日はすることがないからあとは待つだけなんだよな。早くナショナルハイトップ持ってこいよ。単一マンガン電池持ってこいよ。単一のマンガン電池はあれだよね、でっかい懐中電灯とかそういうのにしか使わないよね。意外に使い道がないんだよ。アルカリ電池を入れっぱなしにしていると液漏れして大変なことになるんだよ。俺初代ゲームボーイ、それでもう電池では起動できなくなっちゃう。一応アダプターでは起動できるんだけど。来た来た、まず一つ目、記念すべき一つ目のお宝、ナショナルハイトップ280ポコポコポコでよかったっけ。愛と勇気のリアクター。よし、いきなりお宝ゲット。この調子なら1万ポコの借金あっという間に返せますよ。まあ初回のプレイでは3500ぐらいしかね返してなかったんで、私がフィーリングで名前を付けちゃいますよみたいな。売れる商品名はお任せください。ホコタテ星と通信するために一旦上空に飛び立ちます。夜間は夜行性の原始生物を避けて地表にはおりません。まあこれもおなじみだね。オニオンここにないから。
まあ、まずは順調に1日目を攻略。他人の借金返金のためにけなげだ。結局会社が潰れたら自分の働く場所がなくなるからしょうがないんだろうね。まあ、初日の報告。稼いだお金、愛と勇気のリアクター280ポコ、そしてピクミンの数。 Z は死亡したピクミン。まあ初日はね、死ぬところがないっていう。で、今回はね、死に方もなかなか、色とりどりみたいな。戦い、日没、炎、水、電気、爆発、毒。一番けなげなのはやっぱりピクミン。はい、というわけでね。あ、メールが早速打てくる水が、もうキャラ忘れちゃったよ、もう。大木戸博士っぽく行こうか。早速お手柄を見つけたようじゃな。その調子じゃよ。わしの未来は君たちの働きにかかっておる。そうそう、後でお宝一覧をチェックしておくようにな。では、くれぐれも頼むぞい。セーブ。さあ、何日でクリアできるかな？シャッチョさん、わら。シャッチョさん、お宝いっぱいあるよ、この星。お宝ほんといっぱいあるよ。つうわけでね、無事1日目クリア。メール機能なんてない。L を押すと生物図鑑。多分チャッピー、コチャッピーだけだろうね、初日は。こうやってオリマーメモとか、赤コチャッピー、ベニデメマダラモドキ、パンモドキか、こいつ実はね、チャッピーの子供じゃないんだよね。まあこういう風なデータベースも楽しめるっていうね。で、A を押すとピクピク人参を放り投げる。だからこう、捕食シーンが見られるという。食え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 。そしてこれがあれだね、ペレット層。これにもピクピク人参が投げれるというのも意味のわからんシステムだけど、まあ細かいことは気にするな。一応これはね、大地のエキスを吸い上げて、ペレットになっているっていう設定なんだ。まあそんな細かい設定はこういう後で楽しむもの。そして R を押すとお宝図鑑。今回手に入れたのは、ナショナルハイトップ。何このシステム、わら。まあね、こんな感じで説明もありということで、はい、というわけで1日目は無事終了。